どうも、ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。というわけで、最近の教育って、はい、ぬるくないっていう。何見て思うんすか？だから、教師が、ちょっと生徒にビビってるんじゃないかなって。あー、なるほど。まあ、それは、なんか、はい、体罰絶対なしじゃん。あー、まあ、確かに。まあ、体罰は、まあ、もともとダメな行為やから。まあ、それはわかる。はいはい、ただ、なんかそのさ、いや、俺の時は違ったよ。ほんまにそれ言う年齢ちゃう聞いちゃうけどな。もうちょっと俺の世代やけどな、俺。いや、吉野してへんかったら、どうなってた？あ、俺らは何も怒られんかった。俺の高校はめっちゃぬるかったと思う。それで言うと令和生まれなんや、お前。令和生まれではないけど、え、お前高校厳しかったっけ？いや、もう予習してない時バレたらやばいよ、ほんまに。こう、もう教科書丸めて、うん、何したんだ、もやーでもああいうのもさ、最近さ、やっぱ、まあ、何かとか拡散されたりとか、目先の好感度とかを狙ってるんじゃないかな。なるほど、なるほど。っていうのがありまして、はい。もう今回やりたい企画はですね、はい。令和流褒めちぎる教師 VS 昭和流叱り散らす教師、どっちが成績伸びるの？よーいや、いい企画。教育業界にメス入れてますね、完全に。これはありそうでなかった。今回僕は、もう昭和流で。なるほど、まあだってさっきもそんな感じだったもんね。とにかく、何やっても怒る。はい、俺はもうめっちゃ褒めをちぎる。何でも褒めちぎる。そうですね。まあ僕と念願で、まあ恐れたら違う分野を教えると。授業時間は1時間で、はい。その後テストして、勝敗を競うと。なるほど。というわけで、やっていきたいと思います。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。出席番号、28-3で25番。あなた。はい、どうもね。あーね、マリちゃん、よく来ましたね、本当に。あ、僕に会うために、今日メイクしたんだ。あー、はい。偉いね。マリちゃんね、非常に優等生です、本当に。もう毎回毎回、新しい分野を習うために、すぐできるようになって。本当に今日やる分野もね、すぐできるようになって、テストもね、おそらく80点以上取れると思います。はい、ということでね、やっていきたいと思います。今日はやる分野はですね、こちらですね。行列ということで。こちらを今日はね、やっていきたいと思います。行列、これからね、何かというとですね、はい、あの座標ってどう書きます？こうやってやって、はい、なんか2、3みたいな書くよね。はい、はい、これ座標ね。こんなやつをもうちょっとね、いっぱい書きたいみたいなね。1、3、2、4みたいな、はい、例えばこういう風にして、意味は一旦置いといて、このような表記方法、これを行列と言います。こちら、この横のことを行と言います。これが、つまり第1行目です。第1行。これが、第2行と言います。これが、お、理解力高いね。理解力高いですね。ほんと非常に早い。ほんとにもうすごい滑りをね、すぐに、習得してしまう。そんなノイズじゃ、だから私今日来て、お伺いさせていただいてます。左上から数えるんですよ。左上から数えて、横に第1行、第2行。じゃ、縦を列と言います。あ、これ覚え方、簡単ですからね。簡単です。どっちが行でどっちが列か分かんなくないでしょ。行。あ、横です、だから。ここで、列の場合は、あれ？あ、縦じゃんっていう。こういうね、もう実はもう漢字の中にヒントが隠されている。これがね、第1列ですね。だから1、0ってあったら、はい、これ何行何列の行列ですか？これは、これは2行3列。あ、2行3列の行列ですね。お、教えることなれ。教えることあれ、もう素晴らしいですね、本当に。本当にずっとやっていてください、本当に。でですね、例えばこれと同じ行列があってですね、はい、しましょう。例えば1、0ってあったら、これ普通に比較するだけで解けます。そう、もう当たり前ですよね。 X は何いくらですか？これは2。あ、2。ありがとうございます。もうすんなり全部いってしまう。いやー、本当にアイドルにしたい。本当にもう何やっても成功するわ、あなた何やっても成功する。本当にすごいですね、本当に。いやー、素晴らしいですね、本当に。あなたみたいな人がね、今後この日本という国を変えていく、まあ、それぐらいの逸材です、本当に。な、私と会う、ただ会うだけなのに、しっかり身なりも整えて、本当にすごいですね。どんどん出てくる。あの、どん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 行きたいと思います。行列の席、これがね、やや欲しいんですわ。 B、C、D と、はい、E、F、G、H を、まあ、掛け算してくださいって言われた時に、はい、どうなると思います？普通はでも、AE になるよね、はい、ここ AE にならないんですよ。これができないと、あの掛け算計算できません。これはですね、 AE 足す BG になります。ここが AE 足す BG。 そうそうそう。今日はなぜかというのはもうほっときましょう。マイナス3足す6、うん、はいはいはい。あ、じゃあ3。あ、そうね、マイナス3足す6で3になりますと。6足す4で10、うん、ああ、素晴らしい。でこれ覚えておいてくださいね。逆に計算してみます。逆っていうのはこっち先計算してみますね。普通どうなると思いますか？一緒になると思いますよね、はい、誰でも。ただこれ計算してみると分かるんですけど、マイナス 1×3 で、これって
なんとこれと違いますね。はい、ということで行列の中で覚えなければならない法則その1、はい、行列の中では交換法則成り立ちません。A×B と B×A は違うというふうに見なされます。いやあなた素晴らしいわ、本当に。アイドルとかも向いてるんじゃない。あ、でも私だけのアイドルだからね、よくないかもしれないですね、アイドルになるの。みんながアイドルになるとね、お下車いただけないから。逆行列、数字、数学の世界で逆数と言ったら何ですか。逆数、分数ひっくり返したやつ、正解です、はい、例えば2の逆数はって言われたら2分の1ですよね。これなんで2分の1が正解かというと、これって何かかけて1になる数は何ですかと聞いてるわけですわ。こういうものですね。だからここ2分の1入るんですね、はい、じゃあこの行列の世界における1っていうのがあります。それを単位行列って言います。単位行列っていうのはこれ 2×2 だとこれです。1001、これ単位行列って言います。で単位行列のことを E で表します。逆数の考え方を思い出して逆行列という考え方、逆行列っていうのは要は A=ABCD っていうのがあって、この A に対して何かを掛け算するとこの単位行列になるやつ、行列の世界に1と思ってください。これ行列の世界における1なんですよ。こうなるんですよね。でこれをもう一回この EFGH に落とし込むと A インバースというのは、まあ、全部この AD-BC が共通してますね、はいはい、ということでね、この1時間であなたの、成長著しい、非常にですね、原石なんだよ、あなたは。あなたってのは非常に原石でね、なんだろうね、売れてない時のアイドルみたいな感じだったの、1時間前まで。もう売れました、あなた、あなたもう売れました。ストリーミング1億再生突破、もう現在 1時間前のあなたはね、本当にまだ2再生みたいな顔、2再生みたいなテンションだったの。それがね、この行列を知ったことにより、お客さんという行列を作ることに成功した。あなたはね、本当にそういうね、生活をして、そういう素晴らしい人格を持って、この先生きていきたいなと思います。あなたをね、授業できたことを誇りに思います。今日はありがとうございました。それじゃあ2限目の数学を始める。はい、野田恵梨香。なぜ数学を学ぶか分かるか。数学はもういらない。だから分からんだよ。お前はいいか、学校教育においてそもそもこのように文系はいらない。でもあえて言いたい、このように数学いらねえんだよ。それは世の中全てが数字に成り立っていくからだよ。じゃあ授業始めます。はい、今日ある授業は極限。はい、極限についてどういうイメージある？ギリギリみたいな。全然違う。クズ、それクズのレフランカップさんがギリギリっつったな。はい、なんだそれギリギリってお前。擬音語、小学校かてめえは。極限っていうのはめちゃめちゃって感じ。よいしょ。めちゃめちゃだ。じゃあ問題やっていこう。早速問題いこう。極限のまず書き方、これだ。ああ、はいはいはい。これだ。なんて読むかわかるか。リミット N から無限。合ってんだよ。そんな。これ好きで。生後2ヶ月の赤ちゃんだってやるんだよ、寝言で。だから例えば N2乗分の N だったら、二つ一個逆分してくれればいいの。これで N 分の1になるだろ。最後無限に飛ばしちゃうんだよ。そしたら無限分の1になって0。うん、無限分の1は0なんですか。なんでだ、そこわかんねえんだよ。誰でもわかるだろ。そう、お前1000分の1は 0.001 だろ。これが 0.000000 って無限に続くから、これ0でいいじゃんってなってんだよ。無限分の1は0。こんなのもどうしてだろ。やばねえ。 N3 乗、はい、これの極限はなんだこれ。なんだこれ。手順としてはまず、あ、違う、最高次数の N で割る。つまり上と下に N3 乗分の1をかけるっていう感じ。はい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 。これはこの時に、はい、無限大に飛ばすとね、分母に N があるやつ全部見なくていいんだよ、結局ゼロになるから、はいはいはい、だからこういうのを作って消そうぜっていう発想なんだよ。なるほど、はい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 。つまりよって最初残ったのは、分母の3とここの1だけだな。はい、だから3分の1だこれ。ああ、なるほど。簡単だこれ。ああ、わかりました。笑ってんじゃねえかてめえ。じゃあ次集中しろバカ野郎。じゃあ問題です。
はい、ここに三角関数があります。はい、このサインじゃあサインシータのシータ無限大飛ばしたと思いますか。無限大飛ばしたらまあなんかゼロとかになるんじゃないですか。あこれが怖い。こうやったらこうなるのバカだろ波を何だと思ってんの。じゃあ海の波っていうのは時間が経ったらいつかなぎるんですか。ね、月に謝れよ。月舐めてこいよ。え、どうなんのこれ。じゃバーってどうなのこれは。そのままずっと一緒。はい、なんか言うんだよ。こう、こう なんとか言うんだよ。それをこういうの循環振動だよ。振動するやろ。振動やろ。これはどうなるかって問題あるんだよ。こういうの振動するって答えるんだよ。あー、どうなるか。そういう問題もあるよってこと言っときたい。てめえに、虫キャラのてめえに言っときます。はい、以上です。次やるのは無限等比級数。ちょっと難しいけど、初号へコーヒー R の数列の足し算。例えば、おい聞けよ。聞いてます。はい、初号1、コーヒー2分の1やとします。そしたら、てん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 、これ全部足したら何になるか。1引く R 分の A、以上。1引く R 分の A で求まります。はい、つまりこの場合、初号が1やから分子1、複数やから2や、終わり。おー、以上、覚えておいてください。はい、はい、というわけで、はい、まとめ。はい、まとめ。はい、じゃルートの形でできたらどうすんの。はい、これルートの形でできたらどうすんの。ルートの形こと、見んなよ、ノート。おい、前ってノートかぼかぼこどうすんのこれ。ルート A プラスルート B 分のルート A プラス。そうですね。はい、だからなんなん、それ言えてなんなん。なんもすごくないですからね。君の価値が上がった、そんなことないですからね。その悔しさを持ってより勉強に励んでください。励んだところで別に君の人生なんもいいことないですけどね。はい、サイン EX 2分の1だから正解やけど、嘘いいって言ってるやん、もう。だから何やねん、それが解けたぐらいで生きんなよ、もう。テスト開始。よーし。はい、じゃあ、まあ、返しますかね。1ゲーム目の方からね。まあ、はい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 、言いますか。あのね、あのマイリンさん、あの非常によくできましたね。あ、ありがとう。あのてか何点だろうとね、あなたというのはね、非常にいい生徒であり、あの私のね、あの誇りである。それだけお伝えしたいですね。マイリンさんは生きる価値がない。受け入れ先が本当になくて、願い下げみたいな感じですね。いやいや、ノエリンちゃんはこの可愛さで、しかも僕の授業を受けるためだけにメイクをしてきた。こんだけ身なりを整えて、女子大生のくせにメイクにうつつを抜かす。学業をそっち抜けにして自分の身なりばっかりに気にしている。じゃあ、あの私の方から点数テスト開始していきたいと思います。はい、いやでもね、あのノエリンちゃんの私の授業よく聞いたと思います。なんとこのテスト、はい、こちらです。95点。うわー、マジで。どこ？すげえな。因数分解。因数分解。ほら、こんな簡単なところがわからない。ミスをする。信じられない。これが反対の今のレベル。ほぼ全てやり方は合ってました。はい、まあ、100点以下は負けやけどな。じゃあ、そっちのチームが100点ということですね、それは。野田くん、極限のテスト。はい、君の点数。はい、40点。40点。褒めた方がやっぱ伸びるんや、人って。振動する、言うたろこれな。書いたら分かったもんだろこれ。なるほど。結論、このじゃあ、この点数、自分としてはこれどうなんですか。40と95っていうのは何が違うんですか。あー、でもアウトプットの量じゃないですかね、授業内の。あー、この発言させるってこと。そうですね。あ、じゃあ俺は褒めたいから。そうだね、褒めたいからアウトプットさせる。そう、俺褒めたいからこれどうなると思うってめっちゃ簡単なところで聞いてるの。あ、なるほどなるほど。じゃあまあ当然正解してくるわけよ、ある程度の理解力があったら。じゃあめっちゃ褒めれる。あ、褒めれる。そのサイクルやったからこっちは。はい、というわけで、皆さんもぜひ真似してみてください。じゃあね、バイバイ。